ちは。こんにちは。豊さん。いかがですか、あの中田翔選手が、うん、巨人に行きました、はい、でこの巨人に行ったっていうことで、まあ、ネットの中でもファンでもそうですけれども、今日本ハムの清宮選手がすごくフォーカスされているというか、うん、まあ、ずっとフォーカスされてるんだけどね、まあ、そうなんですよね、そうですね、そうですか、だけどより以上に、はい、まあ、中田が巨人へ無償のトレードになったという、うん、まあ、一塁ベースが空いたという、はい、まあ、今高浜とかね、はい、そういう人間が埋めてるけども、はい、やっぱこう球団あの、うん、栗山監督の中で、まあ、待望論は清宮出てこいよっていう、うん、まあ、そういうことは考えるよ ね、 そうですね。だけど俺は清宮にやっちゃいけないことは、ポジションが空いたから清宮を呼ぶんじゃなくて、やっぱファームでしっかり成績を残して自信を持った段階で上げてあげるということが一番いい、うん、それはね、やっぱりね、考えるよ早急に。で清宮ってやっぱスターに育てなきゃいけない、はい、じゃあ経験の方が大事なのか基礎が大事なのかっていう、もう本当にね、やっぱり日本ハムも喉から手が出るほど使いたいと思う。だけど、まあ、ファームに置いてるでしょ、はい、この春先からはね。この前見たんだよね、ファームでの試合を、はい、大谷の動画でも言ったけど、大谷は見て捉えるんだよ、しっかり。清宮は投げたら振るんだよ、わかる、はい、この違いがあるんだよ、はい。でも見て触れるようになったら、あの子はホームラン王ぐらい取れるぐらいの素材があるからね。その見て触れるようになるためには、清宮選手はどういうことをしていかなきゃいけないんですか？的割りだな。的割りじゃない、あ、的割りですね。的割り、はい、的っていうのはボールを見る間、はい、ステップして間、うん、それと、まあ、左足がこうステップする割り、はい、ここでしっかりボールを見極めないと、うん、言えば清宮はパッといったらもうこのままもう相手が投げてるから打ちに行こうとしてる、はい、見る間を作ること、うん、そしたらボールも振らないし、ね、強くも振れるし的確に捉えられると。これ高校の時はそういうふうに打ってたんだよ。どこで何か、いやだからできないところでやらすと焦るからそうなるんだよ。だからファームに落とせ、ファームに落として基礎をしっかり作れって言ってたのはそこなんだよ、うん、はい、だそこがやっぱこう慌てちゃってるから、うん、その癖がもうついちゃってるから、やっぱり一回もう一度バッティングをバラバラにしてやった方がいいよな、はい、それは、まあ、もちろん自分もそうでしょうけれども、周りのコーチも一緒になってそれをしてあげるっていうこと。いや、もちろんそうだよ。それはもうコーチが分かってないと、うん、やっぱ伝えることもできないし教えることもできない、はい、コーチングっていうのは伝えることっていうのがすごく大事、はい、どういう言葉をチョイスしていくか、うん、人によってはこういうふうな言い方して通じたのに清宮には通じないとかさ、うんうんうん、だから言葉を変えるとか。だからコーチングっていうのは一つ話術だ。だから話術が長けてる人じゃないと、例えば目を見て話を、あれこの目は分かってないぞっていうのを感じ取る、うん、そういう感性も必要だし、これはこうこうこうだからこうやっとけんじゃ、うん、もう絶対無理だから。だからそうやって やった方がいい選手もいるよ、はい、でも清宮はやっぱり手取り足取り、まずもう自分で悩んで頭の中はもう何をこうどうしていいかっていうのが分かってないよ。でね、藁をも使おう思いでこれじゃないかあれじゃないかって一本ずつ引っ張って手繰り寄せてるけど、やっぱ束になってないよ。だからそこをもうしっかりも溺れないようなものをこう作ってあげないと俺はないと思うな。豊さんから見て今ファームの状態ですけど、この清宮選手がプロに入ってからのこの何年間かで、うん、今の状況っていうのは結構、まあ、深刻だよね。深刻な状況ってことですか？まあ、深刻だし、うん、いいところが消えちゃってるし、はい、うん、で打ち方っていうのはすごく知ってる子なんだよ、うん、知ってる子だけどそれが拒否されてるじゃん、結果が、はい、そうなってくるとじゃあ何をどうしたらいいのかっていう、だからもう逆にもう褒めない方がいいよね。あ、もう解説者でも褒めてるやつがいや良くなりましたねとか、はい、いや全然良くなってない。そうなんですね、うん、だけどちょっとしたきっかけで素晴らしい成績を残せるような選手になるって、だからもったいない。
さっきおっしゃってたその的割りで来る球を見て打つっていうことができるようになるには、うんうん、これってどのぐらいの期間というか、もうそれはパッと自分で感覚的に身につければいけるってことだから、試合に出てると結果が気になるでしょ、はいはい、だから結果をまあ気にしないっていう方がおかしいよね、はい、で本人も打てなかったら気にするよね、はい、じゃなくてもう気にしないような練習方法だとか、はい、それができるまで使わないとか、うん、でも使ってもいいけど結果に対しては触れないとか、うん、もうとにかくボールが見えるか見えないか、そっからだから、はい、おそらく漠然としかボールは見えてないと思う、うん、キューってあのね森藤ね、はい、まあ森藤は150キロとか立ったことないと思うけど、間があったりだとか軸がぶれなかったりだとか、はい、そういう人ってね、150キロでもね、スーッと糸引いてくるボールが分かるの。一瞬には来ない。あ、そうなんですか。うん。だからそれがタイミングと間だから。それで技術的に割りができとけば打てるんだ、はいはい、だから、150キロでも140キロに見えるような待ち方をしなきゃいけないんだよ。うん、で、それが、清宮は150キロが160キロに今見えてると思う。だから打てない。うん、ね。でも、あの子の持ってるポテンシャルだとか飛ばす力、技術的な打ち方、これはねバットのコントロールだけなんだけど、これはね長けてるもんがある。だからもう根気よくやらせてほしい。だからもう打席に入って追い込まれたらもうさ、はい、気持ちに焦りがある、うん、あ、なんとか結果出さなきゃ、三振しちゃいけないとかさ、はい、そういうちっちゃなバッターじゃない、はい、三振してもいいから40発打つっていうような、うん、そういう感覚にならないと、うん、それとそういう感覚を教えていかないと、じゃないと佐藤がいい例だよね、はい、三振しても誰も三振のことを言う人はいない、うん、これはなぜかというとやっぱ結果がホームランという結果が出てるから、はい、それとルーキーということでそこはまだ三振する人多めに見るけど、じゃあ清宮は何年経ってんだっていうことになるでしょ、はい、でも年とすれば佐藤と一緒ぐらいなんだよね、うんうん、そうしたら三振したっていいじゃないかって、その代わりホームラン40発打ってる。で、40発打つためにはどうしたらいいんだっていうことをもうこと細かに紐解いてディスカッションする、コミュニケーションを取る、うん、そういうことをしてあげると気持ちも俺は楽になってくると思うけどね。そうですね。で、40発打つ自信はあると思う、清宮選手は、うん、根拠のない自信だけど、はい、でも素材は俺も認めるよ、うん、40発打てるって、うんうん、だからその自信は持っててもいいし、はい、だけど打つためには何をしなきゃいけないかっていうことがまだ分かってない。バットを振れば40発打てるっていう問題ではそんな甘い世界では、うん、やっぱりしっかりした技術を持ちボールをしっかり捉えて振ることができないと、いつまでとっても落ちるボールに対して打ってしまう。この前も見てたけどね、はい、うん、だからなんとか育たんかなと思うよ。そうですよね、うん、で清宮選手が下から上がってきて打順もあると思うんですけど、最終的にやっぱり日本ハムの4番っていう形に収まるのが、うん、やっぱりファンも、うん、もちろん清宮選手も球団も思ってずっと思い描いてることっていう、ね、いやそりゃそうだよ、うん、まあ、中田がああいう形で対談したけども、はい、中田の次は清宮だって思ったはずなんだよね、はい、でもこのままじゃ中田がもう出ちゃった後釜として、うんうんうん、じゃあすぐハマるかというとさ、とてもじゃないけどハマらない、はい、でも素材はもう中田翔ぐらいあるし、中田以上かもわからないよね、うんうん、まあ辛抱辛抱また辛抱ってなるかもわかんないけど、もう本当に根気よく教えていってあげないと、うんうん、一回なんかこうメジャーかなんかに、はい、うん、オフでもね、うん、教育リーグでも活かして、はい、考え方だとか、うん、まあ、日本とは、うん、真逆と言ってもいいぐらい、うん、考え方というのは違うしね、はい、まあ、日本人は欠点から修正するけども、アメリカ人は長所から伸ばしていくという、うん、まあ、単純に言えばそういうことなんだけど、考え方も全然違うから、だから一回こう怒り込んでみっちりやらせて返すとか、はい、そういうこともあるかもな、ね、何かこうリフレッシュさせるようなとか、うん、何か斬新なことでちょっと気持ちを変えて伸ばしていける方向性に持っていきたいっていうことですね。まあ、早く出てこないと、うん、もうみんな若手がボンボン出てきて、はい、いやすごいいいとか言われてて、清宮そのなトップにいなきゃいけない選手だから。そうですよね、うん、いやお前たち、まあ、ずいぶん時間かかったなって言えるぐらいの選手だからさ、うん、はい、だからもったいない。もう日本ハムも、うん、やっぱ雰囲気が
いろいろ良くない、うん、その中でやっぱこうフレッシュなね、はい、そういう清宮みたいなのが出てきて、ちょっと雰囲気を変えてほしいなと思うよね。そうですね、うん、頑張れよ、頑張ってください。